皆様こんにちは。ミュージカルローマの休日に出演しますジョー・ブラッドレー役の平方元気です。映画のローマの休日がですね、とてもキュートで、ベスパの2人乗りだったり、真実の口のね、このシーンだったり、祈りの壁のシーン、すごく有名なんですけれども、あの世界観の中に自分がこう参加できるのってとても幸せだなと思って、出演させていただくことを聞いた時にとてもワクワクが止まりませんでした。先日大地さんとか山口さんが参加されていたバージョン の CD を拝聴したんですけれども、こう目を閉じても分かる心情だったり、情景っていうのが分かるこう歌い方だったり、なんて言うんだろう、まだまだ僕には足りないものがたくさんあるんですけど、そういうものを一つずつ丁寧に演じていく上で大切にしながら、先輩方の大切に築き上げてきたもの、そして大きな背中を目指して一生懸命精進していきたいなと思っています。そうですね、新聞記者だったり作家という役をやらせてもらうことはあったんですけれども、皆さんというか役が結構こうひねくれてるキャラクターが多いなっていうイメージなんですが、まあジョーはアン王女をこうただの王女、そしてスクープのネタとして捉えていたにもかかわらず、気づいたらこう淡いんですかね、この恋に芽生えてしまったということをこう考えた時に、意外と純粋な男心の持ち主なんじゃないかなというふうにちょっと解釈をしていまして、その方向からこう台本を見て初日に向けて作っていこうかなと思っております。朝香さんはですね、マイフェアレディでご一緒させていただいたんですけれども、あの時もそのオードリー・ヘップバーンの役じゃないですよね、オードリー・ヘップバーンがやられた役をまた今回もやられるということで、なんかオードリー・ヘップバーン女優だなと思っておりますけれども、なんだろう、こうダイナミックな表現の持ち主というか、その中でもすごく共演者の方とお話をたくさんして緻密にお芝居を作り上げる方なんだなっていうのが印象深くって、今回は特に相手役をやらせていただくので、たくさんいろんな話をして、たくさん悩んで、いい作品にしていきたいなと思っています。土屋太鳳さんはですね、僕テレビではよく拝見してるんですけれども、まだお会いしていないので、本当にいるのかなということをまずは確認したいなというところですけれども、まあでもこうテレビで拝見している上では可愛らしかったり、洗練されてる王女の役にもぴったりなんじゃないかなと思うんですが、どうやって太鳳さんが演じるアン王女と日々を過ごしていくのかなっていうのは、今から僕自身も楽しみですね。ミュージカルローマの休日、古き良き作品に出させていただくことになりました。今の時代だからこそできるこのローマの休日もあるかと思いますので、一つずつどのシーンも丁寧に演じてまいりたいと思います。ミュージカルローマの休日、ぜひご覧ください。劇場でお待ちしております。